の親はね、コリコリとした食感もありますね。おお、うまそう、いい香りしてますね。雪降ってますね。めちゃくちゃ降ってる。もうね、岐阜県めちゃくちゃ警報出てるみたいですよ。というか全国的に警報出てるみたいですね。ああ、寒い果てよ。でもやっぱ閉めてると全然違いますね。すげえ。もうね、雪でたわんでますね。着雪のね、注意報も出てますからね。もう雪がつきやすいんですよ、こういう場合。ちょっと後でちょっと下ろしていきましょう。あー、でもいい朝ですね。よく寝れた。気持ちがいいです。さあ、ちょっと片付けてご飯の用意しますね。暑い。朝から暑いですね。朝から健康やわ。仕事ですね。めちゃくちゃ重みが加わってる。
テンションめちゃくちゃ加わってますね、これ。最悪や、これも。またこれギリギリに立っちゃいましたからね、これ。すげえわ、これ。重った、これ。やっとね、雪かきの方終わりましたね。雪かき終わって、ちょっとね、だらだらとね、バナナとか食べたりしてましたね。ゆっくりしてたら、もうお昼過ぎちゃってます。めちゃくちゃ時間が早い。っていうかね、朝もね、めちゃくちゃゆっくり寝てたんで、余計それが押して押して遅くなってますね。デイキャンププラスは本当ありがたいですね。最高やわ。昨日の晩からね、本当すごい雪が降って降り続いてたんですよね。もう雪かきもだからね、もう雪かきでも汗だくです。汗だくでしたが、でもね、もう乾いちゃってますよ。やっぱね、ファーストレイヤーがねいいとすぐ乾くからありがたいですよ。これがファーストレイヤー悪かったらね、もうすぐびちょびちょが続いて、もう熱をねすぐ奪われていきますからね。これ大事ですね。実感します。あとここのキャンプ場おすすめですよ。特に初心者さんとかにもおすすめじゃないかな。ここは設備も綺麗ですしね、しかもサイトのね一つ一つがねかなりでかいんですよ。こういうね大きいサイトなんで、大きい幕もね広げやすいです。そして除雪もね、案外かなり綺麗にね整備されてますからね、初心者さんが来やすいサイトになってますね。しかも一番大事なのがこれが、このキャンプ場内です。キャンプ場内のね道路ですよね。道路に高速から降りてきて、そしてここのキャンプ場サイト内の道路も坂がないんですよ。坂ってねやっぱ滑りやすいんですよね。登れなかったりね、いろいろしちゃうんですよね。坂があるとね、一気に登ったりしないとダメとかね、そういうことが起きるんですけど、雪道に慣れてない方はこの坂がないフラットな道をね、高速降りてからすぐにね来れる。しかも高速もめちゃくちゃ近いんですよ。高速降りてからフラットを、ほぼほぼフラットを、そしてサイト内の道路もフラットで走れるっていうのはね、スタックとかねめちゃくちゃしにくいですからね。ここは本当にね、雪中キャンプ初めての方はここめっちゃおすすめですね。さあ今日のね朝ごはんの方を作っていきたいと思いますね。もう昼過ぎちゃってますけどね。今日はねこちらです。郡上のけいちゃんですね。これね、明野高原キャンプ場でのスタッフさんに教えてもらったね、郡上のけいちゃんになりますね。ニンニク醤油が特に美味しいって聞いたんで買っちゃいました。速攻ねお店行って買ってきましたね。さあニンニク醤油引かれますよ。っていうかね、けいちゃんって言ったらね、普通はね味噌っていう私の中ではイメージあったんですけど、ニンニク醤油っていうのも醤油味もあるんですね。めちゃくちゃ楽しみです。さあまずはねご飯の方を炊いていきますね。こういうニンニク醤油にはねやっぱりご飯必須でしょ、これね。飛び出た。今日は1号にしておきますね。そういえばね、さっき話してたね、ここのキャンプ場の話です。ここのキャンプ場ね、温泉もねめちゃくちゃ近いんですよ。そのインター降りてすぐにあるんですよね。道の駅、そう道の駅もあるんですよ。しかもそこの道の駅の温泉もあるし、そこのそばもまたこれうまい。そこのそばめちゃくちゃおすすめ。私はめちゃくちゃうまいから皆さん行ってみてください。本当にねめっちゃうまいですからね。特にね新そばの時期です。新そばが出るんですけど美味しいんですよね。めっちゃうまいのや、この使い勝手ありますよ、ここは。
よいしょ、よし、火の方つけていきますよ。あらあらあら、これあるあるなんですよね。ライターが温まっていないとね、やっぱ火がつきにくいんですよ。ついたかな、あ、ついてるついてる。よし、これで火の方、お米の方用意できましたね。お米もすぐです、もう待っとくだけ。よっしゃ、けいちゃんそろそろ焼いていこうかな。あ、っていうか玉ねぎ切らなきゃ。もう無防備に寝てる、羨ましい、めちゃくちゃあったかい、羨ましいな。ワンちゃんでね、こう手触られるのピクって引っ込める、全然引っ込めんし今日は。ほりゃほりゃほりゃ、この気持ちよさそうな顔たまらんですね。えのきの石突きの方取っていきますね。よっしゃ、オッケー。そしてこちら玉ねぎですね。玉ねぎの方切っていきますよ。玉ねぎが入ることによってね、美味しくなるでしょう。あ、こうやってね野菜を入れるのもおすすめらしいですよ。これ裏面にねキャベツとかニラとか玉ねぎを入れると美味しくなりますよみたいなことも書いてましたね。よし、これで炒めていきますね。よし、フライパンの方熱していきますよ。そして油ですね。油もねちょっと引いてるんですよ実は。でもねちょっと足しとこう。この油はねオリーブオイルでも乳化しちゃうんでね、今回はねちゃんといつもドジやるんで、乳化する前にこの電気毛布でね温めときましたね油の方。美味しそうやな、フライパン温めてるだけで美味しそうってどういうこっちゃね。でもよっしゃ、そしてエリンギですね。あー、危な、危なかった。今石突きみたいなの入ってる。エリンギちゃんもよっしゃ、腹減ってきた。こういうのを見るとねすぐ腹減っちゃうんですよね。うまそう、このエリンギがめちゃくちゃうまい味だし。そうていうか具が多すぎるかな。前ねこの系統の味噌バージョンを食べたんですけど、その時もねキャベツ入れすぎてね味が薄まっちゃったんですよね。欲張り、しかもその時も鶏も足したんですよね確かね。味が薄まらんかな。こういったねブラシがあると便利ですよ。ブーツについたね雪とか取っときますね。こうやって取っとくとね、取っとかないとこういう暖かいところに入ってきた時に雪が水に変わりますからね。水に変わったら染みていきますからね。一応防水ですけど、取っとくにね、このこういう服とかもね取っとくに越したことはないですよ。そうすることには全然濡れ方が全然変わってきますからね、バッチリです。っていうかね、もうこういうところに、ね、この雪かぶって入ってきたら、まずはジャケット脱いではたいてください。はたかないとね、ほっといたらそれが水分になっちゃいますからね、水滴になって中に染みていきますからね。よっしゃ、今日もね即席の味噌汁を使っていきたいと思いますね。でもねちょっと具を足したいんで、これね炒めたねこのえのきと玉ねぎの方ちょっと入れときますね。炒めただ味付けしてないですからねまだね。これだけでも全然違いますから。これ取りすぎか、これ玉ねぎもちょっと入れとこう。よいしょ、こんだけです。これでねお湯をかけたらいいだけなんで、具も増えましたね。よっしゃ、
あとはケイちゃんを入れて炒めていくだけです。ケイちゃん足しちゃいますね。よっしゃ、ここにねケイちゃんの方入れていきますね。ちょっと待ってよ、これおケイちゃん、おケイちゃん、ちょっと待ってよ、おケイちゃん、切り口ある、ある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 、よしよしよし、よいしょ、ケイちゃんゴー。開けとったら、あー、ニンニクの香り、開けただけでしてる。ちょっと止め、火止めますね。ちょっと焦げちゃう、焦げちゃう、これこれ遅い、これ入れるのが遅い、これ入れ物にね。うわすげえ、これニンニク全開、これたまらんな、これはいい香りしてますね。これはうまいな、絶対このニンニクの香り全開ですからね、これよっしゃ。これおこもりキャンプとかでも使え、キャンプ飯で使えますね、めちゃくちゃうまそうですよ。ていうかこれ、うわあ、うまそう、わこれ絶対うまいやつやわ。野菜取っとっときゃよかったな、これ焦げそう、焦げそう、ほらほら焦げてきよる、やばいこれ。できましたね。さあ火の方止めていきますね。よいしょ、うまそう。もうねさっきから作りながらね、このニンニク醤油の香りです、たまらんとです。これこいつでチャーハン作りたいぐらい、これチャーハン作ってもいいんじゃねえかな、これこれはいいわ。しかもね肉もしっかりしてますよ。前食べた時はもっとなんかちっちゃかった気がしたんですけどね、この真空パック系。しかもこれね真空パックなだけにね、味がめっちゃ染みてるんですよね、お肉に。よし食べていきましょう。あっしょ、さっさ、もうねご飯の方ついてきますね。ご飯の方熱いね、やっぱり熱い、当たりましたね。よし開けてきます、熱い熱い、ちょっと待ってよ、これ危険よ、これ手袋して熱い、おうまそう、いい香りしてますね。あーちょっとねでもお焦げができてるかな、これは。あー最高やろこれ。あーそれではご飯のおついできますよ。いちごミスったな、これいちごミスったわ、全然足りてねえこれ。じゃあこれじゃダメじゃ。あ、おこげある、おこげもできてます。よいしょ、全部よそっちゃえる、これ。よいしょ、熱い熱い、ほらこれもうなしちゃおう、今日は全部取っちゃいたいから。動画の時にはねこのヘリでやらないですけどね。よいしょ、よっしゃできた、ほら美味しそうですよ。よっしゃ、ここにねもうお味噌汁の方もいっちゃいますね。あこれちょっと真ん中でちょっと、あこれ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 うまそう、こうもうちょっといっぱいいっぱいにもうついじゃおう、これ今日。よっしゃ完成しましたね。よし食べてきますよね、いただきます。あうまそう。よしまずはねお肉の方取っていきますね。よし取ってきますよ。おうまそうです、ニンニクの香りがやばいですね。これリンギたちもいい仕事してくれそうです。まずはこの
どうでしょう、食べていきますね。まずはいつものねお味噌汁、これいいですよ。炒め物にのねちょっと味付ける前に入れちゃうの、いっちゃいます。まあこれ絶対美味しいんですけどね、昨日も食べてめちゃくちゃうまかったから。あーしみるしみる、うまさしみうまいよ、めちゃくちゃ。本当はね、お茄子とかだけなんですけど、エリンギも入ってます。エリンギじゃないですね、えのきでしたね。うん、えのきのこの食感、シャキシャキ感、うまい。うん、茄子もたまらん。最高やわこれ、ほんまうめえ。さあ左手にはねもうねご飯の方がね準備万端ですよ。こいつよ、お肉を取って食べちゃいますね。さあいっちゃいますよこれ。もう、うん、香り広がる、うまい、めっちゃうまい。うん、ご飯進むわこれ、最高だ。このケイちゃんは親鳥とねひな鳥がね選べるんですよね。今回はね親鳥を食べてみましたね。私はね案外このねお肉って硬くても大丈夫な派なんですよ。案外というか硬い方が好きなんで親鳥の方を選んでみました。ひな鳥の方はねもっとねこのお肉が柔らかいらしいですよ。こう食べてみたらねひな鳥もね食べてみたくなりますね。うん、うまい、うまい、めっちゃうまい。地鶏みたい。うん、この親はねコリコリとした食感もありますね。これ噛めば噛むほど美味しいですよ、旨味が出てくる。うーん、これうんな。硬い肉がね苦手な方はねこれひなの方、ひなというかねひな鶏の方買った方がいいと思います。若鶏、うん、私は全然これ噛みしめれば美味しいんでこっちの方がおすすめかな。うん、うまい。ちょっとね砂ずりみたい。うん、砂ずりだ、砂肝。うん、あーお腹の方もだいぶね満足してきましたね。ちょっと牛乳飲みますね。ちょっと喉乾いたんで牛乳飲んじゃいます。これがうまいんだわ。ちょっと温めたいな。よし、そしてねこいつです。昨日の残りのねもつになりますね。ちょっと火止めよう。もつの方になりますね。やっぱね2日目の方が断然美味しいですからね。よし、おお、嘘みたい。昨日より断然味が染みてる上にめっちゃ柔らかい。一日ちょっとね置くだけでね全然違う柔らかさが。歯茎で食べれるほどではないですけどちょうどいい食感ですね。これぐらいだとお子様でも食べやすいでしょうね。うまっ。米おかわり入れるわ。もう全部食べちゃいましたからね米も。おー、うまっ。着雪注意報なだけあってね雪がめっちゃへばりついてくるんですよね。さあこれね食べたらゆずちゃんたちのご飯ですね。今ねストーブね上で
できるかな、もうちょっとしたらできますね。うまい。よし、ささみの蒸し焼きの方ね、できたんで、ゆずちゃんたちにあげていきたいと思いますね。ゆず、どうかな、ゆず、ゆずばあちょっと出てきてもらうのかな。ゆずばあ、はい、ゆずばあちゃん、ペロッと食べちゃうな。これぐらいの量やったな。よいしょ。ゆずばあさん、はい、ゆずばあ、ね、食べるな。ほら、ゆずばあ持っていかんのよね、なかなか。なんでな、取ったら怒られたこと。はい、ゆず、ゆずばあさん、はい、ゆずばあさん、はい、食べるな、これ。うわ、でかいのでも全然食べちゃう。うまい。終わっちゃったよ、ゆずちゃん。ゆずちゃん終わっちゃったよ。スープ出てるからね、ちょっと飲むか。なんで乾いてないか。あとはあずきちゃんですね。あずき、あずき、あずきの方が伸び出しとるよね。簡単に食べよるな、これ。うまい具合に食べるな、ほんま。でも使わんと。はい、食欲旺盛ですね。というかね、今片付け出してるんですけどね、少しずつまた雪がね強くなってきてるんですよね。またというか、まあずっとなんですけどね。もう片付けてる時だけでも止んでほしかった。これ大変なのよ。車の中にね雪がどんどん、ま、舞い込んできますからね、あれ。それが辛いのよな。よし、最後やで、これ。よっしゃ、オッケー。あれ、喉乾いたら、ちょっと。飲むかな。飲んだけど。ちょっと味見してみたけど。お気に召さないのかな。あ、飲んどる、飲んどる。私も満足ですね。もうこのままね、一寝入りしたいですね。一寝入りして。待って。温泉入りたいな。一寝入りして温泉でも入りたいですね。今回はね、この電源のおかげでね、かなり快適に過ごせましたね。よかった。さあ、ちょっとね、抜いていきたいと思います。
さっき撤収ね、無事に終わりました。今もう帰り道になってますね。もうね、撮ってる余裕がなくて今撮ってます。これからね、日が落ちるともっとね、雪が降るらしいんで早く帰りたいと思いますね。もうとりあえず早く帰らないとやばいですからね。これは今からもっと降ってきます。さあ気をつけてね、帰りたいと思います。皆さんもね、雪道気をつけてください。それでは失礼しますね。ご視聴ありがとうございました。